はい、始まりましたかね。始まったかな入ってるかなこれ。さあ、そういうことで、ちょっとね、時間遅れて始まりましたけども、今日はですね、OBS ライブ、夜の8時ちょっと過ぎから始めておりますけども、 HSP コンテストスペシャルということで、こちらのね、スタジオの方にはすでにゲストが僕の前に、ね、いっぱい来ております。これ皆さんね、見てるかな、ちゃんとね、こう見れてるのか、僕らの方もね、わかんないですけども、早速始めていきたいと思います。で、HSP プログラムコンテスト何なのかは、一言で簡単に言うと、まあ、HSP っていうツールがあって、それを使って作ったこうソフトがね、ゲームとかツールとかいっぱいあるんですけど、それをこれからこうみんなで見ていく、まあ、コンテストをやってるんですけども、それと一緒に僕らはいつも、年に1回それを見る番組をやっています。ということで、そちらの番組のレギュラーコメンテーターというかですね、毎回審査をしてくれている審査員の人、まず紹介したいと思います。今日来てくださっている審査員、どうぞ。あ、お座りです、よろしくお願いします。はい、どうも。そして、ゆうこくけんじ、どうぞ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらがね、レギュラーメンバーのうすたじさん、みこくさん、はい、今日はもう生ですからね、もう失敗が許されないって言って、もう最初からかなり失敗してるんですけども10分押ししてますからね、はい、そして今日はスペシャルゲストがなんと来ております。おそうです、もうずっと前からね、もう隣にこう顔が映っている、今日ちっちゃめですけどもね、今日来てくださってるゲスト、どうぞ自己紹介を。チームグリグリの小川と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。チームグリグリの小川耕作さんにお越しいただいております。今日はですね、いつもはこの僕ら3人でやってたんですけども、もう新たなこうコメンテーターとして、すみません、なんかもう狭くなっちゃって、もいやいやいや大丈夫ですか。そういうのもまたよしありだと思いますから本当によろしくお願いします。で、簡単にプロフィールを紹介しておきますと、いろいろなゲームをね、作られている。そうです ね、まあ、HSP を使わせていただいて、最初からそんないい話をで、その昔 HSP、まあ、今でも使われてるんですけど、使って、最近ではコープスパーティーっていう、はい、これまたもう大人気ソフト、ホラーゲーム、ね、PSP とかでも出している、はい、そうです ね、有名ゲームとかを作って、他にもいろいろね、なんかロボットアクションとかいろいろ作ってるんですよね。なのでね、ぜひチームグリグリもチェックしてもらいたいなと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、ると思うんで今日は、まあ、HSP のユーザーでもある小川耕作さんと、あとこの我々3人審査員で、このコンテストに応募されてきた作品を、まあ、紹介していきたいなと。もう始まってるかな、もう始まってるかな、まだかな、まだですね、ちょっともうちょっと時間が先です。ね、紹介していきたいと思います。もうね、慌ただしく始まってますけど、こちらの2人もどんどんコメントをお願い。大丈夫です。いつホストにお任せ状態に。いやいやいや、マジですか。いやいやいや、2人どんどん差し挟んでいって。そうですね、HSP で作ったいろいろなこうソフトがこれからね、どんどん後ろの方に出てきますから、そちらを見ながら我々はこう好き勝手なこと、好き勝手なことをいいねっていう。で、これ見てる皆さんで、ぜひともこちらの方にもツイッターでつぶやきとか、あとお便りとかね、あとこの後にはプレゼントコーナーとかもありますから、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思っています。じゃあよろしくお願いします。それじゃあそろそろですね、コンテスト最初のビデオをね、行ってみたいと思いますよ。最初はですね、一般部門ということで、はい、そちらの方で、見てもらいたいと思います。どうぞ。出るかな。はい、出ました、一般部門。さあ、そういうことで今回もね、いろいろ応募作来てるんですけども、最初237番、イグジットリスから始めましょうね。これね、イグジットリスって言いながら、こうテトリスっぽいなって感じのゲームなんですけども、これね、上からテトリスっぽいこうブロックが落ちてくるんですね、はいはい、でそれをこう自分でこう自由に操作できる、うん、でそれだけじゃなくて、下にこの青いこのマリモみたいなのがいますけど、あいつをゴールまで導くっていうのが目的なんですよ。だから決してこうテトリスみたいにこう並べることが目的じゃなくて、はい、うまくこう回転させたりもできるんですけど、うまくこういってって、であいつ1段だけは登れるので、うん、それをこううまく並べて、であいつをこのゴールのところまでこうちょっとだんだん登らせていくっていう、ちょっとレミングスっぽい、ああ、なるほどね。テトリスなんだけど、うん、なんかこう
それ以外のものが目的になってるっていうところで、これ前回もこのあいろいろ終わっちゃった、テトリスっぽいの来ててよかったんですね。で119番ラジカルブレイクアウト、これまたねラジカル過激なブレイクアウトね、これねあのブロック崩しなんですけども、これ重力がついていると、はい、で重力続けるブロック崩し結構あるんですけど、これ物理エンジンを使っていて、かなりこう激しい動きをこうブロックがまた落っこってきたりとかで、ちゃんとこの角度に応じてこのブロックが結構いい感じで動くんですよね。この衝撃波が気持ちいいんですよね。そうそうそう、さすがやってますね、もう募集してますね、もう全部やってますね、そうでこう衝撃波でボールを動かすと弾くことで、より遠くに飛ばしたりとか、これね面がかなり多彩で、このブロックが全部物理法則で動いてますから、かなりこう楽しく遊べるというか、ね、気持ちいいですよね、うん、なかなか音楽もなかなかにこれ結構いいんですよね。そう、うん、溜めてブラスト、そうそうそう、ブラスト発射ですからね、うさぎさんがもう必死についたんでびっくりなんですけど、次、13番映像と166自主制作 PV、 これはびっくりですよ、なんとですね、これ HSP にエージェント166っていう曲のサンプルデータが入ってるんですけど、あなるほど、それのプロモーションビデオ風画の HSP で作ってくれたと。それ作曲も新玉さん、そう、あのなんとこれ10年前に僕が作ってくれたんですよ、ね、こんなとこでこう改めてこうフィーチャーされるとは、ね、びっくりなんですよ、イカスメガドロだなで、金口さんいつもねこういう割とこうアバンギャルドな映像感覚でいろんな作品を作ってくれるんですけど、今回もなかなかね曲のね心象風景というか、彼の脳内がこういう風に見えてるんだなっていうのは、あ、本田さんの曲ね、そうそうそうなんか恥ずかしいやな、なかなか若い方でしたね、そうそう、結構若いんです、まだ高校生で、すごいな、ね、明るい感じになってきます、次152番蛇術師の地下迷宮、さあ蛇術師って何なんだろうこれあのダンジョンを冒険していくゲームなんですけど、これ例によってこうなんでしょうね、不思議のダンジョンとかトルネコ的な、これ自動生成なんですね、ダンジョン、あそうなんですか、でこう敵の配置とかダンジョンの形とかもなんかこうランダムに作られて、その後自分が歩いて敵と戦っていくアクションですかね、なんか雰囲気もすごい、そう雰囲気いいんですよ、あと音楽もね結構僕好みでこう操作性もね結構良くて、真ん中のホイールでこう武器選択みたいな感じでね、割とこうやりやすい感じで、なんかマウスでこうまとめ上げてるって感じが結構、そうですね、今時のゲームだねっていう、そうですね、操作性もすごいいいですね、そうなんですよ、そうね、ちゃんとボスとかもあってなかなか作り込んであって、しかもやりやすいのでついついやってしまう、遊びやすい、次153番ファイターズインザスカイ、これねびっくりなんですけど、うん、空中戦の 3D 空中戦ゲームなんですけど、はいはい、第二次世界大戦のなんかベースにしてて、これ最初ドイツ軍かなんかですね、これがねまた結構いい感じの 3D のこうフライトが味わえるっていう、これはなかなかね、ああもうこんなできるんだっていうね、驚きですよね、完成度高いですね、はいはいはい、気持ちよく空を飛んでる感じが現れてて、プレイステーションが出た頃ってこんな感じの売ってた売ってた、うん、ちょっと昔だった、ね、音とかも割とちゃんと作ってあって、はいはいはい、こう作りたいんだな、こう第二次大戦のプロトラックとかが作りたいんだなっていう気持ちが伝わってきますよね、面とかもね結構あるんですよね、外観はこう、背景も時代背景は割とこう、そうそう、ちゃんと好きな感じで作ってるんですよね、次161番西の岬の死をベータ版、でこれねベータ版というだけあって、音がないです、音楽がないという、ただこうキャラとか背景はできてて、なかなか雰囲気はいい感じ、すごい、もう走ってるだけで楽しかったですよ、これなんかスクーター的なやつでこう、はいはいはい、なんでしょうね、岬の道を走ってるのかな、田舎道、田舎道みたいな ね、これぜひ、ね、完成して完成して、ね、驚いたことにこれなんかスコアとかそういうゲーム的なものが一切ないけども楽しいっていう、そうね、これダラーンとこうただ走ってるだけで、どういうゲームになるのかがちょっと分かんない
のか分かんないですね。でもこういう狙いで作られるものって結構好きで、うんうん、もうこれで十分十分ってわけではないですけど、まあこれも楽しいなって、楽しめればいい空気感、そうね、芸術的にもまあまあよくできてると思います。これは次254番、超大戦。これもですね、ちょっとまだあんまできてない感があるんですけど、多分できてるんだ、これできてるんですけど、これはできてるこれ以上多分進まないです。プリンのお気に入りお気に入りなんですねかなり粋な作品ですよ。粋がね、あの僕らの年代にとってはなかなかこうほほほっていう感じですね。全てが狙い通りです。これ対戦格闘ゲームなんですけど、こう怪獣とかこう正義の味方風のキャラが出てきて、でこう画面で戦うっていうゲームになってるんですけど、これがまたねよくできますね。よくできます。こんなによくできてるのっていう。あのモデリングとアクションと、この僕怪獣のモデリングとかがもう明らかにこれちょっと素人じゃないです。本当にプロだろう。そう、背景とかもすごいよくできてる。これがコンセプトに応募されてくるって。うん。これはね、かなりクオリティ。愛が見えた。ああ、これ好きな怪獣愛がね好きなんだと思いますよね。これ楽しみですね。この先がまた。さあ次257番、ネコロイド。ネコロイドはね、これまた前回も猫関係のことを送ってきてくれてたんですけども、謎ビーフさん猫愛が可愛い猫が出てくるんですけど、尻尾の動きなんですか。あ、さすが見てますね3D デザイナーの方が見てます。これね、可愛い猫が何するのかなっていうと FPS なんですよね、これ。ほうほうほう。でこれね、一昔の FPS ともうほぼ変わらない、もう対戦できるんですけど、自分黒猫で、あの敵は白猫なんですけど、白猫を撃つんですか。そうですね。でこれ対戦できるんですけども、FPS の基本的な動作全部入ってて、通信もちゃんと完璧にできてるんで、相当これはびっくりだなと。あ、もうこんなんできるんだと思ってこう。あ、そう、あのこっちもびっくり、こっちもびっくり。FPS 風の最近増えてきてるんですね、私もね。はいはい。ここまでね、そつなくあまりにも普通に FPS として遊べるんで、うんうんうん、あ、ここまで来てる。そうね、なぜ猫なのかっていう。これ通信オンリーですか。これ通信オンリーみたいですね。私もちょっとやったんですけど、独り身なんでやっぱちょっと。ということで、まず最初の一般部門を見てもらいました。コンテストね、こうやって一般部門と HSPTV 部門で分かれてるんですけども、うん、一般部門はまあ制限なくこう好きなものを作って応募できるっていう部門でいろいろ来てましたけども、どうですか、薄味さん、こうなんか印象に残ったものとか。印象に残ったのはやっぱり 3D は今回かなり、うん、皆さんもう商品というかもうすごい高レベルのところ、高レベルなところ来てますよ。これはちょっと見逃せないなっていうのがいっぱいありましたね。はいはい。やっぱりあのバイクのなんかはかなりもう、あのね、3D 分野でも空気感とかもうその一歩先みたいな、ね、多すぎなんですよね。多すぎって言っちゃった。多すぎ。これはなんかすごいんで、ちょっとやっぱりこれからもまあ 3D 期待しつつ、うん、まあ無理に別にみんな 3D じゃなくてもいいよっていうのを知らせつつ、そうね、あのでもまだ 3D も見たいなって思いますね、うん。さあ小川さん的には何かこう見てて印象に残ったものとかありますか。まあ先ほども言われてた通り 3D が多いっていうと、まあでもちゃんと遊べるというか、一応動かして動いてちゃんと遊べるっていうものが結構多かったのが結構印象的でしたね、はい。あと必ずなんか一個アイデアを入れてくれるじゃないですか。そうね、そうね、あれは結構なんか、うん、最近ではなかなかない感じかなって、はいはい。ちゃんとこう応募者もね、こう普通のじゃなんとなくこう、そうですね、もう応募できないっていうか、うん、こうなんか変わったものを出そうっていうところがあるのかなっていう気はしましたね、うん。特にこう今回だいぶ上の方のレベルがまた上がってるかなと思うので、その辺がね、ちょっとどうなっちゃうのかなって。これ、はいはい、多分 2,3 年前だったらもう最優秀賞とかバンバン取れちゃうよっていうのが結構来てる。全体のレベルは本当に上がってて、うん、3D 作品って特別な
ものではなくなってきましたよね。なんかだんだん慣れてきたのかなっていう、2、3年前だとお 3D できたみたいのがちょっとあったんですけど、うん、感じとしては、まあ、みんなが多分もう 3D で座ってるからでしょうね。そんな感じそうね、もう生まれた時から 3D だからもういいじゃんこれでっていうことなんじゃないかなと。だからコープスを PSP で出した時も、なんか逆に新鮮だなみたいなことを言われたのもあったんで、 2D のマップを歩くのは新鮮だっていうっていうのもあったんで、あの逆に最近は 3D の方をなんかスタンダードに作ってるのかなっていう。あ、それはあるかもしれない。なんかそうですよね、うん、もうそういう発逆には 2D で作るっていう発想があんまりないのかもしれない。あ、なるほどね。もうそれだけにどっちにも慣れちゃうと、ビジュアルっていうところ 3D だからすごいとかいう感じもあんまりユーザーの方にはないのかもしれないですね、うんうん、あ、まあね、でも 3D の方がいろいろこうやんなきゃいけないことが多いんですけどね。苦労は多いんですけど、その分やっぱりこう見た目的にはね、いいと思いますんで、まあそんなのもありますけども、 2D 作品ももちろんね、あの応募歓迎ですし、まあ、ツールとかね、ゲームだけじゃなくてツールであるとか、デモみたいなものとかもね、まあ、楽しく見せてもらってるので、どんどん応募してもらいたいと思ってるんですけども、そんな中、このコンテストでは HSPTV 部門っていう、また一般部門とは別にあるんですけども、そちらは限られた容量の中でもうプログラムこう何行とかそんな感じでこう制限の中で作るっていう部門があるんで、この後はちょっと、そちらの方に応募された作品を見てもらおうと思います。こちらの、ね、HSPTV 部門、本当にこうデータを使わない、データファイル、画像ファイルとか音声ファイル使わないんですけども、こんなのができるのかっていうのが結構送られてきてるんでですね、これまたすごい注目だと思いますよ。そろそろ映像が来れるかな。じゃあ後ろどうぞ。そうそう、さあ HSP TV 部門最初は12番の 3D レース、直球なタイプ、直球レースですよねこれはですね、 3D レースそのものも、このこう何でしょうね、ブラインドみたいなアコーディオンカーテン的な、なんかいいじゃないですかこれ、ね、なんか懐かしいものを感じるね、あ、 3D に見えてくるって、この右上のコースをこう 3D で走ってるのが、ね、レーダーがあるのはいいですね。そうそうそう、これでも限られた量でやると、そうなんです、これでこうどれだけ早くこの中を走り抜けられるかっていうタイムアタックなんですけど、気持ちいい、うん、これ結構ねだんだん慣れてくると、あ、 3D だっていう気になってくるところがこれ例によってあのランキングとか対応してるんで、他の人のスコアとちゃんとこう競争できますから。 HSP TV ってすぐランキング出してくるんですよね。そうですね、ネットに直でハイスコアが上がるようになってるんで、すごいですね。そうなんですね。次135番、オニオン娘のヤシの実投げ、これがね今回 HSP TV 部門結構オニオン娘シリーズ来てたんですけど謎ですよね。謎なんですけど、あれ俺がいくつか来てるんですけど、結構このシリーズゲームとしては全て完成して、あのね絵がちゃんと出てるし音も鳴ってるんですよね。その辺がこう一昔前の HSPTV 部門で考えられなかった、これなんかこう新たなテクノロジーがきっといろいろ開発されてきて、絵もこうやってこうドット絵が出せるようになって、音もちゃんとこうそつなくね、ちょっと前だったらそのプログラム全部詰め込むだけで大変だったんですけど、これ危ない、ワンクリックですか、ワンキーゲームです。あ、もう押してる間がこう短いほど近くに落ちるっていう、これなかなかね熱いゲームなんですよね。だんだん敵が迫ってくるみたいな、はいはいはい、オニオン娘シリーズっていうのはもうシングルキーなんですかね。いや、それはどうなんですかね。私がやったのはなんかこうこれ、ね、いろんな作者でなんか作ってて、あ、そうなんですか、そうなんですね、一人じゃなくて、一人じゃなくてね、ドットエが可愛くていいな、うん、さあ次23番、将棋 VS チェス、これなかなかねびっくりするタイトルなんですけど、これはすごいよね、これ将棋とチェスが対戦するという、まあある意味異種格闘的な、すごいよね、この私独り身なんで遊べなかった、そうこれねCPU がない、思考がないんで自分で2人やんなきゃいけないんだけど、将棋とチェスが戦うとこうなるのかなっていうのをこう味わえるっていう、これなかなかこう考えたけどなかなか作らない感じのやつですよね。成立するのかどうかを考えますよね、まず。どっちが強いのかっていう。でもそこを作っちゃうところがすごいですね。すごいですよ。へえ。あ、すごい。これぜひね、囲碁 VS オセロとかいろいろこうやってほしいです。それ成立するかどうかを、まあ、考えずにやってほしいですね。次64番フレーム。さあこれはですね、また物理エンジンを使って。
これでもこの押し出すっていうのが結構新鮮だったんですけど、だから緑が自分なんですよね、はい、でこう周りにこう押しくらまんじゅうみたいに押されて、で壁に当たると死んじゃうんで、はい、敵はこうやって押さなきゃいけないけど自分も押されちゃうとやばいっていう、結構その辺のジレンマがある。シューティングですよね、弾打ってガンガン押してましたけど。ああはいはいはい、でゲームオーバーがあるのかなと思ったらでっかいのがグワー来て、そうなんですよ、最後はもうちゃんとやられる、危ないなっていう、危ないちゃう、うんうん、ゲームとして成立してたんで、うわすげえとかって思って、そうこれなかなかね熱いゲームになってると思いますね、うん、これもうまくこの物理エンジンとかを使ってこう際どい感じを出してるんじゃないかなと思います、ね、このハイスコアが熱い感じでした、熱い感じでした ね、 ね。さあ次66番迷路なら任せろ、うん、これ迷路ソフトなんですけど、普通はこう迷路を自動で生成してくれたりするんですけどまずお前が作る、これ自分で迷路を作ってコンピューターがそれを解くっていう、これも結構プレイが大変でしたね。そう、これなんとなくしに面白い、これで解けってやると一瞬でそれのこう最適解を解くっていう、すごいですよね、これはびっくりですよね、任せたって感じ、うんこれ絶対解けないのを作るとダメなんですけど、これそれなりにこうどんな意地悪なのを作っても解けてしまう、これはなかなか、ああやってみるとなんか結構やっちゃうなっていうところですよね。これを応用していろいろなものが多分作れるかなと思うんですよね、これをあの敵がこう最適な道を探して追っかけてくるとかね、そういうのなんかいろいろな夢が広がるなっていうところありますね、このソフト意地悪するゲーム、そうね、感じの、うん、はい次72番 R トライ、これまたね、物理エンジン使ってるんですけど、はい、ヘリコプターゲームですよね。でヘリコプター動かしてあのオレンジ色の弾を全部取るっていう、その昔ラリー X っていうゲームがあったんですけど、多分見てる人知らない人が多いかもしれないですけどこれはなんかバンゲリング的な感じです、ね、ああ画面がね、それももう古いですけどね、でガリガリガリっていくのが結構気持ちよく、そうそう、ぶつかるとガリガリって死んじゃうんですよね。でこう、うん、時間いかに早くこの全部の弾を拾えるかっていう、はい、細いところをこう、そうこれ迷路は必ず一定なんで、これまたあのランキングでみんなで競えるようになってるんですよね、はいはい、これなかなかね慣れると操作できるんですけど最初は難しいですけど、ヘリの操作は難しいなっていう感じしますよ、結構面白かったですよ、これはねあの慣れてくるとスイスイってそれはそれで面白いんですよね、このオレンジの玉取るのが、ね、これでクリアなんです。次209番ランニング勇者これもね HSP TV 部門、うん、絵と音がついているっていう意味で、ね、これもすごかった、すごいですよ、うんね、ドット絵がまたこう素朴で可愛いですよね、マウスガーこすんですよ、ね、机がガー揺れながらこう、うん、もう画面も揺れながらこう、そうそうそう、マウスをこう左右に振ると速く走るでジャンプして避けるっていうのがねこれなかなかこう慣れてくると、うん、結構先まで行けて面白いっていう、コンボでこう踏んじゃうとか、そうなんですよね、うん、なかなか。さあ次131番シューティング LG、 これ LG 何かっていうとですね、ライフゲームなんですよね、これこれね稲江さんっていう、これ前回の HSPTV 部門でも超絶にこうテクニカルなプログラムを出してきた方なんですけども、これなんとライフゲーム的な要素がこうシューティングに入ってるということでね、こう敵が崩れていく様とかのこうライフゲームのこうアルゴリズムとかが使われてて、これなかなかこうもうすごい超絶流れテクニックって感じがして、ね、面白いですね。私も最初 LG が何か分かんなかったんですけど、この爆発パターンを見てやっと、あ、え、ライフゲーム、ね、ライフゲームがこんなと細かいところにライフゲームがっていう、相当極まってますからね、この人ライフゲームをここに使うのかっていうすごいな、とかパソコン速くなりましたよねみたいな、そうそうそうこんな処理できるんだからすごいですよ ね、 ねみたいな、これはね今回ながらも相当技術的にはすごいところいってると思いますね、うん、さあ次149番円周率は3、ゆとり教育、ゆとりではないんですよこれね円周率がこう延々と出てくる
ですけど、演習率がたくさん出てくるソフトはまあいろいろあるんですけど、これはその演習率を音楽に変換して音楽が鳴るというソフトで、これなかなか結構面白いね、途中にちゃんとコードが入ったりして、それなりにこうピアノ曲に聞こえるところが新しいなっていう、発見かもしれない。はい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 、そうです、こんな感じでね、もうどんどん出る、こうテンポとかは変えられるんですけども、それ以外はもう演習率に従って音楽が鳴るだけというですね、驚きの音楽と演習率を結びつけるかね、その辺が面白いですよね。さっきの LG と近いのかもしれない。ああ、なるほど。それとそれをくっつけるか。そうそう、意外なところをこう持ってきたっていうところがね。そこに面白みがまたあったから。うん、その辺もすごいですね。GSPTV のアイデアが割と見えやすい感じ、うん。そうなんですよね。うん、さあ、じゃあここで一旦 CM を見てもらって、その後、OBS 恒例のリロチャンネルを見てもらって、またスタジオに戻ってきます。のどかな場所、のどかな場所に来てますけども。いいな、ここ。今ベネチアに来ると、うん、プリキュア5が見れる。そうそうそう、いやいや違う違う、フレッシュプリキュアじゃないよ、まだまだプリキュア5いけてるってことよ。あのね、プリキュアメタモルフォースって見たんだけど、5人ともね声が同じなの似てるね本当に、うん、どういうことなんだから。1人5役かな、それかなっていうか、本当マーベラスはそこちゃんと半径を下ろすときに行った方がいいんじゃないの。しかもね、びっくりすることにね、はあ、変身シーンで5人のバンクが終わったら今週終了。あれあのね、どうなんだなと思って。日本人では考えられないね、編集構成、エンディングすらないじゃん。翌週どうなんだ、だってあれもう変身したところから、でやっ、うわー終わり、またねーって。はい、スタジオに戻ってきております。さあ引き続きですね、いろいろコンテスト作品を紹介していこうと思うんですけども、ちょっとその前にね、時間があるのでいろいろ聞こうと思うんですけども、どこからだっけ、もうねあたふたしっぱなしですよね今日すごい駆け足なんですね。そうなんです、こっちではね結構余裕あるなと思ってても、どんどんこう流れてくると大変なんですよね、ワンコそば的に。ワンコそば的に、でも小川さん結構予習してて、こういろいろ頑張って、一晩かけてやってきました、楽しかったですよ。偉い本当にそもそもプログラムとかゲームを作るようになったきっかけっていうのは何かあるんですか。ですね、まあ小学校の頃にファミコンがまあ流行るじゃないですか、流行ったというか、その時に私も熱中するタイプなんで、うちの親にファミコン買ってもらえなかったんですよ。いつものもういつものパターンですよ、MSX ですよ。でそれからもうなんていうんですか、ファミコンに出てるドラクエとかああいうのを見て欲しいなと思ったやつを買ってって言っても貧乏なんで買ってもらえない。いやそんな切ない話じゃなくて悲しい悲しい話になっちゃう。じゃあもう作るしかないじゃないですか、まあプログラムというか、まあベーシックがもう MSX ついてたんで、電源つければもうベーシックに立ち上がるじゃないですか、でそれでまあゲームを作りながら。あ、じゃあ最初は MSX とか。そうですそうです、はあ、もう MSX をもう大学の頃まで、あ、使い続け、 MSX1、2、2プラス、ターボ R と、あ、そのまま、
あ、すごいですね。一筋ですね。そうですね。で、まあ大学に入ってちょっと X68000 をちょっとかじってたぐらい、はあ、もうでももうほとんど MSX ずっと X がついてるわけですね。いやそれMSX と X68000 は別にあんまりそんなに関連ないからね、うん、X つながり、ね、X つながりみたいな、そうですね、X 大好き、あでまあ MSX ベーシックと似てるじゃないですか、 HSP、だからもう HSP がもうすんなり入れたのはもう MSX で座った感じとか、はあ、はあ、なるほどね。じゃあその Windows とかになってきてこうなんか作ろうかなっていう時にちょうどあって、うん、そうですね、 MSX みたいだっていうことで、うんうん、馴染みやすかったってことで、あ、スクリーン文とか、あ、 MSX とか、うん、Go to とか近いですね。もうなんかもうあれもうすぐすんなり入れますもんね。 Go to 見た瞬間にあって思いますからね。 Go sub もありましたっけ。そうそう、ありました。 Go sub とかでデータとかもなんか、うん、もう MSX ベーシックだ。それでなんとコープスパーティーとかもその後のやつは出てるって、うん、あ、ちょっとこうすまだです、まだですよ。まだですよ、もうちょっとバトですよ。まあだからもうずっとベーシックですね。はあ、はあ、はあ、うん、未だにベーシあの HSP。 最初はじゃあもうハングリー精神からゲームを作って遊びたいから自分で作ったみたいな。ハングリーというかもう貧乏、仕方ねえ、買ってもらえねえから仕方ねえみたいな。なんか高かったりしませんでしたっけ、ファミコン。そんなことなかった。高いですね。あのキヤノンの V8 っていう、はい、V8 2万円しないパソコンが、うん、トポスでこう置いてあったんで、それを買ってました。スーパーですね。スーパー。そんなこんなでそろそろ次 の、 あの一般部門の時間が近くなってきましたよ。さあそんないろいろな経歴を持ってる小川耕作さんにも、ね、またいろいろ、うん、ね、はい、コメントを2人もどんどんコメントをね、はいはい、宇佐治先生お願いします。静かに何も言ってないから。あんまり言っちゃってほらかぶせちゃうと悪いから、はい、じゃあどうぞ。もう全然どうぞ。さあそういうことで、うん、次一般部門の第2弾で、うん、次も一般部門から紹介したいと思います。お、来るかな。今日はいろいろありますね。さあ、9番、うん、カルロとアンナのゴーカート、はいはいはい、これ毎回ですね、これレトロ風なものを送ってきてくれるゆうやくんなんですけども、とても17歳の高校生とは思えない、レトロ感覚で、スーパーファミコンかっていう画面を毎回作ってくれてるんですけど、これも2人プレイ用ですね。そうですね、これ左側と右側の人が、これ完成度高い。そうですね、これね、あの左右に動かすだけなんですけど、割とこう素直に遊べて面白い。これも1人になる。いや CPU これはちゃんといますから大丈夫ですよ。それ持ちネタですよ、ね。うん、もう開きになってます。これなかなか、うん、可愛くて可愛いです、ね、次203番、ウィングオブアルテミス。これシューティングゲームなんですけども、今回ねあんまりシューティング前ほど来なかったんですよね。でこれはそのシューティングの中でもいろいろキャラが出てきたりとか、こうすごいこう、あ、こういうの作りたいんだねっていう感じがこう溢れてる感じ、やりたいことが分かるみたいな、取り上げてみたんですけど、こうなんかストーリーがあって、そういうキャラと一緒にこういろいろなこう宇宙をね進んでいくっていう、ないですね、思いがこう盛り込まれて、思いがねすごい溢れてる感じ、これがやりたい、そういうのすごく好きですね。そう、もうね、なんかあの普通のありきたりのシューティングをみんななんか出すのが気遅れしてるんじゃないかっていうぐらいで。思い出ってすごい大事ですよね。そうなんですね。作品に現れてきますもんね。そうなんですよね。そういうのね、見てるんで、ぜひともね、そういうの送ってきてもらいたいなと思うんですよね。次、62番、鬼畜の事情。これ何かなっていうと、こう自分が弾なんですけど、弾を操作してこう右へ進んでいく、はいはいはい、ところがこれまたね、物理エンジンが大変でしたね。これがね難しいんですよ。ここの最初がねあれが難しいんです。やってますね、うん、これって SE がない
何これね、音と、S、あの音楽ないのが惜しい、うん、せっかくこうリズミカルに跳ねてるのに音がないっていうのがちょっと、それあるとねもっと爽快な感じで気持ちいい、音だけでも全然良かったのにとか思っちゃいましたね、うんうん、ね、完全な物理っていうわけじゃなくてこう一回バウンドしてる時に、うん、なんか左右の感性殺してるみたいなんですけど、はいはいはい、それでも難しいですからね鬼畜って本当に思いますからねこれもうちょっとアナログ感があると、あ、マウスで動かすとかあれば、そうですよね、でも、難しいんですよね、これがまた鬼畜ですよ、鬼畜です、これやられると頭に戻されますからね、これ本当に鬼畜。次112番、ディア、あ、これはですね、ノベルゲームですね、はい、こう毎回ノベルゲーム頑張って送ってきてくれる人いるんですけど、これがね、またこう今時のノベルっぽいところその1としては選択肢がないです、選択肢がもう限りなくゼロに近い、あ、でも最後に1個だけあるんです、やりましたね、さすがやってますね、これ日暮らし的なこう作り、これがね、これがね、あの自分がこう病院に入院するところから始まるんですけど、これなかなかこう意外なストーリーというかですね、でも狙いとしてはもう本当にこのしるしちゃんをいかにこう可愛く可愛くして最後のその選択肢みたいな狙いがすごい分かりやすくて、うん、そうですね、すごいこう絞られてますよね、うん、そうですね、だもっと可愛く可愛くを もっと出してくれたらもっと良かったな、ああなるほど、うんうん、これはなかなかあの意外性があって良かったですね、うん、面白かったです。次115番、コグニプラスインスタレーション美術館、これびっくりなんですけども、これ、うん、ビデオウェブカメラを使って、これ僕ですけど、はいはい、これ取り込んだ顔を使ったゲーム、ゲームじゃないですか、これ美術館見てもあるやつ、ね、そうですね、これ正面の顔と上向き右向きうなずきこういうとか全部取っといて、ここで登録しておくわけですよ、で全部登録し終わったところで美術館です、うん、で僕がこうやって、ね、首を動かすだけでこの美術館の中を歩けるという、キネクトですね、キネクト、ある意味キネクトです、これどういう認識してるんですかね、多分画像認識だと思うんですけど、でも早いですね、 HSP CV で多分やってると思うんですけど、結構よ、これね結構ちゃんと動かせるんです、うーん、難点としては右向いてる間にぐるぐる回っちゃうんですぐ戻さないといけないくるくるってまたですぐ戻さないとわー回ってる回ってるみたいな、そこら辺がね難しいんですか、あと、ね、これ絵が綺麗で結構可愛い、絵が可愛い、そうそう、これなんかあの素材提供してくれてる方がいるんですけど、なかなか可愛いですよね、可愛いですね。次262番、人間 B の冒険、これがまたね惜しいソフトでね、これまずまだ惜しいって言っていい、いやあのね、まだ多分できてないところがあると思うんですけど、これね完成したら相当いいものができるんじゃないかなと僕的には思うんですけど、これすごいよね、3D のアクションもので、うん、なんかこう自分のキャラとあと付き人のなんかあの羽の生えた人と一緒にこう進んでいくアクションゲームなんですよね、これだけでもね相当モデリング頑張ってんじゃないのかなっていう、すごい世界観ですね、そうなんです、自分が美男美女じゃないっていうのは自分のキャラ相当強烈ですからね、インパクトありすぎですからね、個性的ですね、すごいな、いいですね、雲怖いんですよ。でこの敵をバンバンこう倒しながら進んでいくんですけど、いかんせんちょっとね操作性難があるんですよ。ただあのこれ結構ちゃんと作ってあるんで、独特の世界、そう、面白いんじゃないかなと思う。次36番、プラネットキラーライオンマン編。これがまたねよくできてる、これです、うん、操作もすごいやりやすくて、うん、アクションもかっこよかった、うん、前回もねいいの作ってきたんですけど、すごいレベルアップしてます、今回のこの魔女オイラさんっていうね、これねアップしてる、ライオンマンになってここの惑星を守るんですけど、これチュートリアルとかも入っててね、すごいこういろんなものが盛りだくさんなんですよ攻撃方法とかいろいろ多彩で、はいはい、もうやりたいことを全部やってるなっていう感じがしてね、すごくいい、マウスも使うしこうキーも使うしっていう、ユーザーに対する配慮もすごくよくできてる、そうなんですよね、いろいろこう警告とかが出てきたりとかで、これはね今回すごい手を入れて作ってるのに、この何作品もこの人作ってるんですよね、そこがまたびっくりなんですけどもこれはね、うん、かなり今回の応募作の中でも注目作だと思います、すごいこう
昔あったね、あのちょっとジャンピングフラッシュってゲームにちょっと似てる小川さんにも何かちょっと関係のジャンピングフラッシュ、なるほど、ね、なかなかモデリングとかもねちゃんとできてていいですね、いいですね、アニメーションとかも結構大変だと思うんですけど、ステージを作るっていうのが結構大変なんで、そうなんですね、レベルをちゃんと作ってるって、すごいですね、偉い、うん、素晴らしいということでね、さあそんな感じでねいろいろ見てきました、この一般部門その2ですけども、さあ有国さん的には何か印象に残るものとかありましたか、ね、ああ僕はあのコグニのインスタ、ああ美術館、顔操作、そうですそうです、あのアイデア、あのだから多分オープン CV、 そうそう、あれ HSBCV の機能を使ってやっているっていうのは、そうそうそう、すぐ分かったんですけど、ええ、こういう使い方をするっていうのが考えつかなかったですね、顔認識の機能があるんですよね、そうなんです、ね、でそれを操作に使うっていうのがいいなと思って、うんうん、あとあの絵が個人的に可愛いなと思って印象に結構残ってます、そう、あの操作システムなんかコグニって名前にして他にも何種類かなんか作品に送られてきてるんで、相当こう気合が入ってるなっていう感じがしましたね、もっと磨いていくとより精度が上がったりとか、そうね、なんかね結構全身使っちゃうとかもあるし、そうそう、なんかアイデアますますキネクト、なるほどね、さあ薄味さん的には何か印象に残ったもの、はい、まあやっぱり鬼畜ですかねかあれついやっちゃうんですけど難しいですね、なんか散々 3D3D って言ってきましたけども、はい、結局丸が綺麗に動いたら面白いんじゃないですか、ね、単純であんな形ですからね、なかなかいいパンチ力のある、いい、パンチ力ありますよ、あれ貴重ですもんね、そう、あれ一面であれですからね、もうこの先どうなるんだよっていう一面はちょっとすんなりと生かしてほしかった感はちょっとあるんですね、ありますね、だからだいぶこの物理エンジン、その去年からいろいろこう、HSP で使えるようになって、だいぶみんながこうこなれて使えるようになってきたなっていうのはだいぶ感じるようになりましたね、それでこう割とこう手軽に作れるんでね、これからもいろいろみんなもねやってみてもらいたいなと思いますよ、さあそんな感じで、そろそろもうちょっと先かな、次の作品なんですけど、次はですね僕から見た注目作品ということで、見たのは注目作品、そう、いろんな人が、見ていいなっていうのは、まあ、客観的なものも紹介してるんですけども、僕的な視点でこれはっていうのを毎回このコンテスト TV では紹介してるんですけども、そちらの方をねこの後見てもらおうと思います、まだ時間がちょっと余ってるんですよね、どのぐらい余ってるんですか、フリートークですか、フリートーク30秒してもらって30秒だよ、難しいなぁ最近どう、いえちょっとさんそういう時間僕これね、僕のプログラムのきっかけ、はい、カシオのそれ30秒で言い切れますか、カシオの PB100 っていう、あ、ポケコンですね、ちっちゃいやつですよね、小学校6年生の時に手に入れて、ゲームいっぱい作りましたいい話、もうこう10桁の横画面だけ、ああ、そう、うん、それでも面白いんですよね、やっぱ高学年ですね、高学年もう人生決まるので、小学校高学年だった、行ってみましょうか、とそろそろさあ、僕から見た注目作品、さあ、出ますよ、最初は川渡り124番、さあこれはですね、青い頭巾の女の子が川を渡るというですね、え、なんでっていう不思議なテーマのゲームなんですけど、ロッカーですこれ、あ、言っちゃったこれ、ね、無情にも川に落ちるとそのまま終わるびっくりするんですけど、この子はそんなにまでしてなんで向こう岸に渡りたいのかっていう、多分おばあちゃんが病気なんですよ、あでその薬草を取りに行くために、あ、なるほど、ね、向こう岸に行かなきゃ、ね、でもおばあちゃんはっていう、おばあちゃんの前に自分が死んでストーリーができました、悲しいゲーム、ね、これなかなか悲しい次128番、フロッグで、さあ来ました、来ましたね、このタイトルがいいな、このねはしごを登ってくんですけど、なんともこののどかな雰囲気で、音楽もちょっとレトロっぽい感じで、これ結構若い方なんですよね、そうなんですね、これ自分が左右に弾が打てるんですけど、それ以外はもう登る降りるしかできなくて、上に上に行くっていう、
これなかなかね成層圏を超えたい、ね、でこうもっと登っていくと何が来るのかって言うとうわーって弾幕になるっていう上がれないよそれっていうこれがね今時のゲームすげえなと思ったところですこの世界観はすごくすごかった、うん、いいですね奇抜です、ね、弾幕かよって思う向上心ものすごく自由な発想次59番テトリスではないこれテトリスじゃんってこう思うんですけどテトリスではないこれ下にいるこいつが操作するんですこいつを操作するんですよねで上から落ちてくるからあれはAI が勝手に落としてくるっていう、はあ、コンピューターが落としてくるんで自分はこの人間を操作するだけっていうで自分はこのブロックを取ったりできるで取ってストックしたりすることができるとでそのストックが一定量貯まるとまた上から落ちてくるっていうなんか謎のルールなんですけどこれ相当いろいろ試行錯誤して人をこのテトリスの上歩かせたら面白いんじゃねえかっていうのを考えた末にこういうルールになったのかなっていう同じ色のをストックするってことですか？それは自分でこの色を選べるわけですよね。どこをストックするかは。ああ、降ってきた。あ、降ってくるんですか？伝統上な感じですか？そうね。で、これもう潰れない。なかなかこうどうやっていいかは難しい。これなかなか難しいんですけども、面白いゲームではあります。はい、次260番回転対象エディター。うん、これね、この自分でマウスでボタンを押して描くとこう回転しながらこう面白い模様が描けるっていう、でこう色とか選べるよってこれまあ普通なんですけどこれ驚くべきことにはですね応募者が11歳の小学生つまり小学5年生の子が作ってこれでも人生決まりましたこれ5年生まだ三角関数習ってないんじゃないのっていうすごいねことを考えると恐るべし気なんですよねピザみたいなうんこれはね、もう小学生の時点でここまで作ってるとこの遊び面白いんじゃないですかね。そうそう。で、しかもこう設定とかいろいろ変えて、この大きさとか、あとこう何段階こう自分のトレースするかとかもできるんで、ちゃんと分かって作ってるんですよね。そこがすごいなと。こういう将来が楽しみ。発想もいいですね。うん。すごいですね。なかなか小学生最近すごいなと。次239番タイムアタック。さあこれタイムアタックレースゲームなんですけども、うん、F1 レースゲームでタイムアタックですごいなと思ったらうわーってすごい車がもう激しい動きでこのレースゲームすげーなっていうこれもまた物理エンジンをね使って作ったゲームまともに走れないぐらいの、うん、この車の動きすげーおもちゃの車みたいな感じでねこのコースにこうまきびし的なものがあるのも進めねえみたいな、ね、そうそうそうこれどんなコースなんだよっていう危ねえこれは危ないよっていう、ね、そうそれでもこんなんできちゃうところが面白いんですけど、ね、画面もまた懐かしげなところがそうそうそうこれでまあ本当にタイムアタックするんですけど難しいっていう、ね、これは難しいですねいやこれもうレース場じゃないよっていうすでにレース場じゃなくなってるんです、ね、鬼畜っていう名前つけてもいいんじゃないですかこれはびっくりですよね次256番ファイトインメイズこれはね毎回素晴らしい前回も僕取り上げたんですけど、はいはい、ポッチさんっていうですね味のあるキャラを作ってくる俺もこれ好きなんですこれいいですねこれね前回のゲームとだいぶ進化してるんですけど今回4人パーティーで進んでいけるえ前回は1人だった前回は1人だったんですでこう RPG 風にこう街を歩けるんですけど、はい、時々街の人がこう壁に埋まってたりするのがまたすごく面白い、俺的にはね何やってんですかみたいなこの4人のやり取りが俺めちゃめちゃ好きそうあのねこれね言っときますけどストーリーとかシステムすごいよくできてるすごく面白いただあまりにもシュールな世界観でえっていうことがよく起こるで緑の子がずっとツッコミなんですよ、うん、3人がもうずっとボケてて、うん、敵来るとみんなでタコ殴りなんですよこれ勝手にコンピューターが動いて敵倒すんで、敵がまたねよく分かんないキャラがどんどん出てくるんですよねそこもすごい縮み縮みそれこれのセンスはね得難いこのやり取りも面白いたまんねえ相当これね、この人をスカウトして、これを引き上げて出してみたらこう何もしてんねえじゃないですかそうすごいですよすごいこうということで見てもらいました、うん、この
ね、注目作品ですね、うん、確かに注目に値する、注目に値するということで、ここで、次の CM ですかね、ですね、サンマルコ広場っていうのがあるのが一番有名なね、ベネチアの中でも、あの教会と広場と塔、広場が売りってどんなしょぼいとこよ。いやいやいや、もうあの、ね、金が置いてある塔がある、でこれね、僕たちも行って行ったらね、すごいこうモダンなね、エレベーターがついてて上まで上がれるようになってるのね、で、ほほなかなかこう気が利いてるじゃないって言ってみたんだけど、実はね、あの塔ね、一回1902年にね、倒壊してるらしいよ。あのね、本当思うけど、うん、この町、斜めってるビル多すぎ。だから、ピサの斜塔もできてるんだ。ピサの斜塔ね、行かなくていいよ、うん、ここに来ればピサの斜塔とほどではないにしても、うん、斜めってるビルもいっぱいあるし、うん、なんかこう道側に膨らんでるビルたくさんあるんだね、この街、ね、びっくりするのはね、倒れないのかな、この街って倒れる、絶対近いうちに倒れる、あれ ね、 あのね、多分最初はまっすぐしてた壁がなんかこうね、多分圧力とかでこうこうなってる、あのね、根本的にあの島のところに土台が絶対浸食されて、おっと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 ってなってるって、これ絶対、ね、もう来てますか。はい、スタジオに戻ってきました。もうね、今日すごい勢いで紹介して時間が過ぎてるんですけども、いろいろね、ツイッターも皆さん来てくださってるみたいでね、非常にありがたい限りですよね。そんな感じでこう、さっき注目作品いろいろありましたけど、印象に残ってるものとかありましたか、諏訪地さん。やっぱりですね、ロッグですかね。あ、はしご登りゲーム、なんていうかシンプルなゲームでいて、なんていうかこのインパクトの激しいインパクトの、その花火出てきた、ドーン、すごい当たって戻されて、でもやっぱりまた花火出てきてみたいな、そうそう、そこがね、すごいいいな、あれ、うん、また上行くとまた面白いね、どんどんみんな登っていただきたい、登っていただきたい、そこから行けなかったんですよ。ゆうこくさん的には何かありましたか。いや、もうさすがに注目者、いずれも注目に当たる僕はあのポチさんの、ああ最後ですね、イメージがやっぱり楽しめるっていう意味で、ゲームとしてすごく楽しめる、そうですね。小川さん的には何かありますか。私も同じくファイトインメイズ大人気だな、結構ツイッターでもみんなこうなんか好印象ですよね、あれ、あの会話がすごいですよね。もう最初のだから王様のところから始まって、そのさ途中で4人が集まって会話するじゃないですか、うん、あのゆるさ、ゆるさすごい、だって名前がそれぞれ付けられてるのにグリーンとかピンクとか呼ばれてる主人公赤じゃなくてピンクですね狙ってんのか何なのかもう分かんないところに行ってますからね。緑がツッコミ役で何々しなさいよみたいな感じで進んでいくっていう、ちゃんと進むあたりがすごいですよね。話がそれでこう曲がりなりにも進んでってるんだこれっていうのが驚きなんですけども、そんな感じでね、こういろいろ、まあ、あの応募作来てますけども、そんなのが、作れる HSP っていう、ね、ツール、これまだ全然知らない人もこれ見てる方でね、これ何で作ってるのかなっていうのが分かってない人もいるかもしれないんですけどHSP っていうこうツールがね、まあ、プログラム言語があって、それをダウンロードしてくると作れると、ざっくり言えばダウンロードして作れると、まあ、大変ですけどね、作るのみんなすごい頑張って作ってくれてると思うんですけど、
そういうツールがあるので、ぜひとも、まだ見てない方はですね、この hsp.tv っていうサイトありますから、そちらの方に行って、ダウンロードしてみてもらいたいなと思います。そちらの方でこの HSP プログラムコンテストの方もサイトありますので、そちらでこう今紹介していた作品全部あの公開されてるんでね、ダウンロードして遊んでもらいたいと思います。で、あの HSPTV 部門のものとかもその HSP をダウンロードしてきてもらうと、あとはもうネットから自動でダウンロードして見ることができるようになるんで、こちらの方もね、ぜひともこう初めて今回このネットの放送で見たなっていう人もね、ちょっとこれを機に知ってもらいたいなと思ってるんですけども、ここでそろそろですね、OBS ライブとい う僕がいつもやっている、こう月1でやっている放送があるんですけども、そちらのレギュラーコーナーであるですね、ちっちゃいの大好きというコーナーがあるんですけども、こちらのね、毎回素晴らしいガジェットを紹介するコーナーなんですけども、そちらの方を見てもらおうと思います。じゃあビデオの方ちょっとどうぞ。せんちゃんのちっちゃいの大好き。皆様こんばんは。またまたやってまいりました、このコーナーということでですね、今回もちっちゃいものをご用意いたしました。それでは早速エルシからちっちゃいものを出していただきましょう。エルシお願いします。今回のちっちゃいものはバカアップル TV。 わーちっちゃい。ちっちゃーっていうか何ですかこれ。これはですねアップル TV です。いや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 、それそのまんま言ってるだけでしょ。はい、これねアップルがですね、ついに本気を出してきました。え、今まで本気じゃなかったの。はい、実はですねアップル TV っていうのは初代はもっとこうねビッグな形をしてたんです。え、もう、必要最低限のですねインターネットのランタン紙、そして、これがねオプティカル出力、そして HDMI の出力と、あとはミニ USB、 そして電源というですね、もう本当にシンプル構成なんですね。はい、ということでですね、これがあの Apple TV をテレビにつなげてみたところです。ということでね、これがトップ画面ね、うん、はい、意外とシンプルね。そうね、結構ねもうシンプルインターフェースになってますね。で、まあもちろんこのね TV ってついてるぐらいですから、うん、売りの一番大きいのはこのムービーです。レンタルできるあのビデオの一覧が表示されるんですね。でこの辺が今はトップムービーとして、みんなにたくさん見られていると。へ、いいね。流行ってるのがこういちいちこう流行りのコーナーっていうふうにおすすめしてくれるんなら探さなくてもいいし、はい、もちろんあの自分の好きな映画があるかどうかの検索とかもできます。へ、まあ、入ってみると、まあ、これをレンタルする場合は500円で、再生を開始したところから2日間に48時間いつでも、何回でも見ることができる。楽でいいね。途中で止めてもね、そう明日までに見とけよって、はい、そうそうそう。で金額なんですけれど、新作は400円から500円ぐらいで、うん、旧作は200円ぐらいで、ああ良心的ね、はい、もう普通のレンタルとはあんまり変わらないんですよね。でそうするとこのような形で画質も申し分ない感じで、画質はね HD で 720p の方の HD になってます。これ HD ではないんですけれど、まあ別に困んないわな、普通の人はあんまり困んないんじゃないですかね。はい、ということでこんな感じで、まあ、プレビューもできちゃうんですね。プレビューしてる時には当然まあポイッと止めたりとか、あと早送りしたりとかも全然できます。これで早送り、ああほんまや、こんな感じでね、もう全然滑らかね。そうもうなんかね本当に DVD とか使ってるのと全く変わらない感じなんですよ。やば。しかもこの隣のねインターネットの方に行くと、ね、YouTube 見れちゃうんですよ。でしかも画質も良くてもうサクサク見れる。4つ目ってこんな高画質、あそういやなんか HD になったんだっけ。今ね HD になってるんだよね。
だから画質もすごくいいんですよ。うわ、他にも大きな売りとしてはですね、この自分の PC から、曲をですね、自分の iTunes の中に入っているライブラリーを持ってくることができると。ここで、ね、はい、ということでですね、このムービーとかもこのようにね、バッチリと綺麗やね、ほんまに、はい、HD クオリティでですね、見れちゃうんですよ。このコーナーではもうね、毎度おなじみのエヴァが出てきますけれど、もうね、はい、映像コンテンツ常にこれで常にこの比べられるようにこのような形でですね、あの自分のデスクトップに入ってるデータをここでプレビューがバンバンできるんですね。iPad とか iTunes があるとこれがつながるんですよ。え？そしてこれがリモコンになっちゃう。例えばこれでここにほら、あ、同じものが出てくるんですけど、これでここをポチッと押すと、ほら、あら、すごいね、5万円のリモコン。本当はですね、本当はエアプレイっていう機能を使って、ここと向こうが無線LANでつながって、この中にある写真をここに表示することが可能なんです。へえ。本当は。しかし設定がうまくいかなくて今日はできませんでしたと。ね、本当に Apple TV なんか日本でリリースされるのかどうかでちょっとね、怪しまれていたんですけれど、無事リリースされて、このような、ついにね、インターネットでのムービー体験ができるようになったということで、本当に喜ばしいなと思っております。はい、ということで、そろそろ LC にですね、点数をつけていただきたいんですけど、どうですかね。点数の前にお値段いくらい？お値段。本体とこの専用のリモコンをつけて、つけて8800円税込み。あら、いいね。いいでしょ。珍しくアップルこういい評価出そうな感じするわ。いい評価出そうですか。はい、ということで星は星 1.5 で 1.5 ちょっとなんかいいっていう割には、え、だいぶ頑張りましたよ、 1.5。 そうですか、今の前振りだと 2.5 ぐらい出るのかと思ってたけどね。はい、ということでいつもの LC よりはかなりですねテンション高くなってましたね。ということで次もですね、ちっちゃいものいろいろと探して皆さんに紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた、さようなら。さようなら。不思議、この島車が入ってこれないのにどうやってゴミ収集してんだろう。え、それゴミ収集船で、ゴミ収集船があんの。そうそうそう、あのね、ホテルの窓からね、こう朝開けてたらすごい排気ガスの匂いがして、なんだろうなって、ウィーンウィーンって言ってて、工事してるんだろうと思って拾ってみたら、ホテルのゴミを運搬船がこう運んでた。OBS を見てる人たちに一番使えるね、うん、イタリア語を、あ、ぜひ。アクアペルファボーレ、アクアペルファボーレ、はい、これね、言葉の意味はお水をください。ほんまこれね、使えますよ。もう本当にね、なんかこうとりあえず席着くとお店の人が来て、なんかこうオーダー待ちになるんだけど、とりあえずそれ言わないことには話始まらないから。ガス入りとガスなしかどっちかは聞かれるんで、それに最後にもう一声、ナチュラール。ナチュラールはガスなしのことです。普通の日本でいうところのこうね、お水が出てきます、これ、はい、とりあえず水をください。これ鉄板です。うん。はい、皆さんこんばんは、ということでですね、私が出てきたということは、そうです、プレゼンターせんちゃんのコーナーです。わー、ということで今日はですね、スペシャルゲストの小川さんと一緒にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、
小川さんはですね、そうなんですよ、あれなんか大きくなったよ、はい、こちらですかね。でもなんか画面が全体的に青っぽい、青いですね、こういうもんなんですかね。これあれですよ、あのよく映画で夜のシーンに撮るときにこう昼間なのに青いフィルターを入れちゃってるみたいな、ああ普通なんだ、あどうも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 、ということでですね、はい、話を元に戻しますと、小川さんはそうですね、超有名クリエイターですね。最近このこちらですかね、最近出したのはこれです。もうこれ見たら PSP 版の、コープスパーティーといえばもうこのお方ということでですね、はい、これもね、はい、とても売れているということで皆さんチェケラです。勝手に、はい、そしてこちらがあれですか、こっちがそうですね、攻略本ですね、はい、攻略本と一緒に合わせて買えば、よろしくお願いします。この恐ろしい恐ろしいコープスパーティーの世界へあなたが入っていけますということで、その小川さんと一緒にお送りしたいと思います。はい、そのですね、小川さんがなんと太っ腹なことに、いろいろとですね、うん、プレゼントを持ってきてくれましたということで、早速、これはまあ、紹介したいと思います。紹介で、はい、こちらは紹介です。こっちは買ってください。はい、買ってください。ぜひぜひ買ってください。はい、今日、お持ちいただいたのはですね、はい、はい、これです。パパーン、あれ、こう、うん、はい、これはまあ去年出したものなんですけども、まあ今回 HSP TV ってことで、はい、HSP で作ったものということで、まあ今出てる最新版の PC 版の方の、チャプター4巻ですね、はい、これは最初からずっと HSP でやられてるから、そう、バリバリの HSP 使いですよね。もうチームグリグリは一応 PC 版はもう全部 HSP を使って作ってるので、はい、もうまさに今日の番組で、ね、もう素晴らしいこのね、ありがとうございます、番組の内容も含めてこれを持ってきていただけるあたりが、ね、このね、空気の読め感が素晴らしいなと思いますということで、まずですね、コープスパーティーの方、こちらの、プレゼント、こちらのコースと実はですね、まだあるんです、もう一つ、この、角角サンダーですか、これ角田サンダーです、もしくは角田サンダー、角田サンダー、さっき住田サンダーかもしれないです、はい、いろんな言い方があるということなんですけど、これこれちょっとですね、私こっちは知らなかったんですけど、めちゃくちゃこう絵が可愛いんですよね、後ろとかね、ここで、ありがとうございます、ね、この辺はあれですか、小川さんがこういうイメージでとかって伝えるんですか。いや、もう私が描いてます、これ。ドット絵のキャラクター自体は、ケドインといううちのメンバーが描いてるんですけども、この中央線だったり、こういうの背景とかも全部私が、小川さん描いてるんですか。そうです、そうです。すごい。プログラムを組めるだけじゃなくて、こんな絵まで。どっちかっていうと私、デザイナーなんで。すいません、ちょっとこれは全く勉強不足で。まあ、お手軽に作れる HSP で、助力していただいてる感じで、あら、一個、まあ、横スクロールの周辺を作ってみたりとか、まあ、こういう、これもまあ背景、PSP 版も背景全部私が撮って描いてたりとかするんで、めちゃくちゃびっくりしましたよ、いや、なんかこのドットとか結構いいなってさっきもちょうど話してたんですけど、実はその描いてる本人の目の前でいいですよねとか、いやとか思いながらちょっと恥ずかしかった、はい、恥ずかしかった、ね、はい、ということでですね、こちら角田さんだなんですけれど、はい、コースが2つあります、うん、コープスコースと、うん、角田さんコースと2つありますので、はい、どちらかお好きな方を、こちらまで、はい、これですね、http の、鬼玉 .tv の、PR スラッシュ、ここに、応募してくださいと。で、なんとびっくりですね、それぞれ、3名3名で計6名プレゼントしちゃいますということで、こちらのコープスコースと角田さんコース、どちらかお好きな方を書いてこちらにご応募ください。ここにね、アクセスすると応募用のフォームが出てますので、うん、バッチリ大丈夫ですよ、はい、ということで、あ、もうそろそろですね、もう次のコーナーにね入るらしいので、次のコーナーは何でしたっけ
よくわかんないですけれど、次のコーナーが始まるまであと5秒ぐらいですということで、皆さんここです。プレゼントが欲しい方はこちらまでぜひぜひご応募よろしくお願いいたします。ではでは。これね、絶対みんなに覚えておいてほしいこと、うんうん、はい、このベネチアに来たあなた、うん、あなたはボラれている、うん、ボラれてる確実です。あのね、普通に買い物したら間違いなく 100% ボラれています。あ、ジュースね、喉が渇いたと思ったらジュース 2.5 ユーロボラれてます。そう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 、そうらしいね。スーパーに行ったら1ユーロを切っていましたよ。もうね、確実にボラれてる。もう何度も言うけどボラれてる。イタリアの観光局はもうちょっと考えた方がいいよ。もうなんかほら前あったじゃない、イタリアに飯食い、いや観光に来て飯食ったら900ユーロ取られて鼻にブーって吹いたっていう話が、あのね、あれは大きなネタであって、大小を掛け合わせて考えるとこの島に来た人は 100% ボラれてます。ということでね、今回もね、 OPS ね、超使えるね、旅のテクニックね満載ですよ、このリロチャンネルね。ということで、また世界のどこからか、多分次は日本からですけれど、お送りしたいと思います。それではまた、さようなら。はい、スタジオ戻ってきましたね。うわー応募フォーム、あのですね、まだコンテストスペシャル続いてますから、まだまだ続きますよコンテストということでね、今見てもらった、ちっちゃいの大好きっていうのはね、いつもこのやってもらっているレギュラーコーナーで、ちっちゃいものね、ガジェット紹介してもらうコーナー、そしてこのその後のプレゼントコーナーでは、このお母さんのね、いろいろなプレゼント、これもう誰でも応募できますから、ぜひこちらのおにたま .tv/PR のところにね、応募していただいて、抽選いたしますんでね、ゲットしてもらいたいなと思います。はい、さあ、そういうことで引き続きこちらのコンテストスペシャルに戻ってまいりました。いや、今回ね、コンテストスペシャル生ということで、だいぶあたふたしながら始まってはいるんですけどもいつもよりもだいぶ多めに紹介してもらう、紹介することになっていて、この後もまだ紹介がありますのでね、楽しみにしてもらいたいと思います。さて、いくつかね、このコンテスト、もうすぐ、今もう応募締め切りが終わってて、もうすぐ入賞が発表なんですけども、あれ、もう時間ですか、もう時間ですかじゃあ後でまたお話ししましょうかねじゃあ早速もう、一般部門紹介していこうと思います。さあ来ますよ、一般部門。さあ32番、我が句一筋。さあここからはですね、またいろいろ来ますけども渋いですね、渋いですね。これなんと我が句の、楽譜みたいなのがこう編集できるエディターなんですけど、こう対象ごととかね、こういろいろなこう我が句に使う楽器をかなり本格的にシーケンサーと音源が入ってて、そうそう、それでも演奏できる。尺八とか琴とかね、僕も詳しくは分かんないですけど相当本格的な楽譜がこれ組めてるんで、他にこういうソフトがあるのかどうなのか分かんないんですけど、サンプル聞くとすごかったですよね。すごかったです、ちゃんと演奏されてて、かなり完成度高いなっていう感じしましたね。これ素晴らしいですね。知らない人にも新しい世界が、そう、こう開けましたね、これやっぱり分かってる人でないと作れないですからね。音鳴らすだけで大変じゃないですか、和楽器って、多分それを手軽にこう演奏できるっていうのはちょっと画期的なんですね。普通の、ね、やつと違いますからね、楽譜と。さあ次、273番熟知。さあこれね、熟語を使ったパズルゲーム、アクションパズル風なんですけどこう2文字の熟語をこう読める形に並べるっていうゲームなんですけど、これがね結構難しい、こう漢字2文字をこう上から下とか左から右に読めるように、これどうかなって考えてるうちに時間切れになって終わっちゃうっていう、ね、この15パズルとその熟語の両方やらないといけない結構大変なんですね、
これはね、よく考えてあるなっていう、うん、できた時にこう読み方と意味が出てくるとまたちょっと勉強になると思います。ああ素晴らしいですね。不問式かなんか、うん、採用してもらいたいですね。採用、うん、します。この1個しかないのが結構15パズルのところだんだんこうね難しくなってって難しいよっていう状態になるんですよね。慣れてくると多分いけんのかもしれないですけどね。産卵ね、難しい。次215番生還、うん、これはですね学校の中にから脱出するゲームということで、こう女の子が教室で寝ててはって目が覚めるとなんか学校がこう、うん、なんかゾンビみたいなのにこう、うん、襲われてるっていう。でこれモデリングよくできてるんですね。結構雰囲気すごいいいです。で学校をちゃんと全部作ってあるんですよね、うん、3D で。でこっからこうあ逃げろって言って逃げていかなきゃいけない。でなんとか脱出できたら OK っていう、うん、これなかなかこ う, う、ね、モデリングとか雰囲気とかもよくできてると思いますね、うん、ゲームがこう組み立てられるともっとすごい。そうなんですね、うん、いいちょっとなんかまだで, ね、できてないところがあるんですけど、これちゃんと作ってあったら、うん、相当いいと思いますね、うん、これがねまだ難しいんですね結構結構わら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 来ちゃうんですよね。ガンガンね襲われて怖いこの学校っていう。しかも非常口あるんだけど出られないんですよね。うん、あ死んだ。はい、これはなかなかいいですね、うん、次243番 DZ2010 これ来ました。 FPS です。もうまごうことなき FPS。 これ前回もねいろいろ送られてきてたんですけど、はい、今回は相当すごい気合が入ってます。これねよく見ないと分かんないんですけど、被写界深度とかですね、バンプマップとかですね、非常に高度な技術が使われていてですね、ボケてボケてこれなかなかこう HSP でとうとうそこまでピクセルシェーダーそこまで使うようになってきたかっていう進化をこう見れる感じ。これ舞台がなんか地下鉄の駅みたいな感じで、こう日本語とか書いてあって、あ、FPS の世界としてはなかなかこう新鮮だなっていう。結構よくできてるんですよね。これはね、なかなかわ新世代のゲームが来たなっていう感じしましたね。結構ピクセルシェーダーを使う。そう、ピクセルシェーダーはかなり本格。その代わりものすごいビデオカード新しくないと動かないんですけど。うちは結構そんなの動きますけど、ね、いいハードだったそれもう最近のだったら全然大丈夫ですね。どういう格用に買い直したんですか、ね、230番ラムダリモートデスクトップ、うん、これなんとですねリモートデスクトップを HSP で作っちゃったっていう驚きの。これもう違う場所にあるコンピューターの画面がここに出てて、そこをマウス自分のマウスで操作してるんですね。でちゃんとこうマウスの操作とか音とかも全部キャプチャーされてこっちに送られてくるっていう。これそもそも XP にはリモートデスクトップの機能入ってるのにこれを作ってる。しかもかなりこれ優秀な出来っていうのがすごい。まあ、VNC とか他にもありますけども、 HSP でここまでできるんだっていうのにびっくりしました。これは難しいでしょ正直。そうそう、もっとなんちゃって的なものかと思ったら割と本格的に作られてたんでびっくりしました。タイムラグとかなしで結構動く。そうですね、すごいな。すごいっすね、うん、これはなかなかびっくり。 PC が1台しかなかったんで遊べなかったんですけど。あ、次265番ツアラ。あ、これはですねカーレースゲームですね、うん、こう本格的レースゲームという感じでこうちょっと GTR っぽいものを選んで、うん、でこうコースを走るっていう、はいはい、これがねもう一昔前の普通のこうゲームで売ってる感じのグラフィックなんですよね、うん、PS2 だったんですね。 PS2 だったらもう全然ありなんじゃないのっていう。これはかなり頑張ってる、うん、これがねまたマニュアルシフトしかなくてすごく難しい完全にこれねプロ用っていうか走り屋専用になってる感じでね、クラッチ色用的な。そうそう、もうちょっとこう優しく、カローラ的なもので最初練習させてほしかったんですけどただ視点とかもいろいろあったりしてね。これはアナログでハンドリングできるんですか。あ、どうなんですかね、多分パッドも使えるはずですよね。あ、もうカーソルでしか動かなかったんで。そうですね、で車種もいろいろなんか選べて、結構本格的にコースも作ってあって、あ、これはなんか
やりたいものを作ってるなっていう感じがして、かなり車好きっていうのが、ね、かなりあのうまいんだなっていうのは分かりました。まあ、モーニングすると走らせたくなりますもんね。そうね。次279番、フラワーテールズ。これはね、来ました。もうかなりよくできているアクション、アクションじゃないかな、ね、RPG ですね、 ですね、うん、これはね、その花の精霊みたいなのがこの女の子の姿になって、うんうん、こう RPG のこう敵を倒す旅に出るんですけど、もうなんていうか普通に売ってるよっていう感じのなんで売ってねえんだよお店でこれ売ってるんじゃないのっていう感じのこう出来なんですね。これ毎回このアルエさんっていう人、非常に素晴らしいものを過去にもね、あのアナザーバウンドとか出してますけど、今回また細かいところまで、ね、すごく緻密に作ってあるところがね、なんかシステムができてますもんね。できてますね。メニューがこうポンとあって、会話があって、立ててっていう、本当にこれ HSP でできてるんだっていうのがね、驚くぐらいの出来なんですよね。でこれも戦闘のシステムもちょっとこうひとひねりあって、こう追い打ちができるようになってたりとかして、なかなか面白く遊べると思いますよ。多分増えていくんでしょうね、パーティーになって。これどうなのかな、俺まだ増えることは、私もそこまで行かなかったんですよね、うん、どうなんだろう、ちょっと分かんないです、うん、でもこれ本当にね、モデリングとか全てが完成度が高いです。すごいモデリングはもうなんかしっかりして、カメラワークとかももう遜色が全くない、全くない、あのね、粗がないんですよね。そうそうそう、ツッコミどころがないっていう点では、やっぱ人なのか、うん、ギミアンクワ、これはね、なかなか驚きだと思いますよ。さあ、そういう評価していいのかっていう、いやいや評価してください。もういろいろこう来るようになったなっていうのが一言で言えば、もう何とも言えない、何とも言えない、何か言ってください、何か言っちゃっていいのかぐらいの、ね、ということで、あのいろいろ見てもらったコンテンツ作品なんですけども、さあこれでね、今回の紹介作品は全部紹介したんですけども、最後に、最後にじゃないですけど、まだ時間あるんですけども、うん、今まで見てきた中の作品も含めてコンテストのね、こう感想とか総評、現時点でのお話とかをちょっと審査員の2人に聞こうと思うんですけども、まずは薄味さんの方から、はい、さあどうでしたか今回のコンテスト。そうですね、まあ、最初にもちょっと言いましたけど 3D とかすごい高度なものがあって、うん、さっき の、 あの、デスクトップの目安とかね、うん、あとは Twitter にアクセスできるソフト、自分の作ってる人がいたりとか、うん、もうすごいのはなんでコンテストにいや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 、コンテスト、それコンテスト否定しちゃダメだから。いや、なんかね、このね、審査員よりもすごい技術の人がどんどん困ったなっていう、いやいや嬉しい、困ったなって、ね、嬉しい、嬉しい、あの、ね、あと完成度やっぱり高いのがすごい増えてきたんで、なかなかこれ一本に決定するのを優勝みたいなね、こうどうしようかなっていうのはこれから、その中でも割とこう、でも初めて作って頑張ってるっていうのもなるべく見てこう選んでいきたいなとは思ってるんで、決してね、こう上手くないとダメみたいなことではないと思います。あとですね、その、まあ、今回のまあ特集ではあれですけども、審査をしているとその小学生だったり中学生だったりっていう、うん、あの人たちのユーザーのこう参加がすごい多いんで、うん、それはね、やっぱりもうすごいいっぱい作ってくれてるんでね、もうすごい楽しみですね、これから。まだ ね、 小学生中学生どんどん作って新しい人来てますからね、うん、そこがこうびっくりですよね。さあ、そんな薄味さんとともに一緒に見ていた優国さんはどんな感想を持っているのか。優国さんもうね、あの顔があんまり入ってないんですよ。顔入れて似たようなことを言う羽目になるようなあれ、うん、いやいやいや、もう今回はビシッと決めてくれると思いますからね。あ、そうですか、なんて言おうかな。 レベルが高いだけじゃないことをきっと言ってくれると思います。まあレベル高いと思ってレベル高いんですよ、確かに、あのそういうものってなんだろうな、さっきも言っちゃったんですけど、僕が評価していいのか、同じ。同じようでちゃった。そうそう。まあ、ただ、うん、なんだろう、プロの技術に近い。でも長年やってきたね、
ゆうこくさんからのこう何でそんなもう完成度の高いものに関しては、なんかこう圧倒されちゃうんですね。あ、なるほど。そういうところありますよね、ただあのコンテストの趣旨として、その完成度の高いものが必ずしもこう上に受賞するとかまあ限らないそういうものになるものでもうないので、まあ、そういうものっていうのはもう市販でもいっぱい出ていたりするし、コンテストに出品される、自由な発想のもとに作られる作品ならではっていうものがやっぱ見えると、そういうものって僕らバッと注目して、これはもう今までのものとだいぶ違うとか、新鮮だとか、将来性が すごい感じるとかいうものにやっぱりこう注目するような感じになると思う。なのでまあ、そういうことですそういうまとめで、そういうものを、なるほど、ね、見たいと、これからも見ていきたいという、でも、ね、やっぱすごいですよすごい連発ですよ、上がっていってしまうので、もう完成度高いものに関してはそうなんです。でね、最後にじゃあ僕の方からも言いますけども、レベルは確実に上がってて、それとこう間が割とこうだいぶ離れちゃってて、普通に作ってきた作品とものすごいうまい作品っていうのが分かれちゃってて、普通に作ってきた人たちが埋もれがちなんですけども、そこをこうなんとかね、いろいろなこうアイデアとか、あとこう発想とかでひとひねりするだけでだいぶまたぐぐっと上がってこれると思うんでね、そういうところにもね期待していきたいなと思うんですね。あとはそのもう何でも今回こんだけこんなにね、まさかたくさんまだ最後になってドサッと来たでしょ、あれだけね力作みんな作ってたんだなっていうのがねびっくりしましたから、そういうふうにこう実際に作ってってこう積み上げていくっていうのが大事なんだなっていう、なのでこう僕そんなにすごいの作れないからっていうことで作らないっていうことじゃなくて、もうとにかく面白いと思うから自分が作ってみて、でそれをどんどんこういろんな発想で積み上げていくっていうのが、僕としては褒めてあげたいっていうか、そういう作品を見ていきたいなっていうふうに思います ね。だからそういう意味では今回ものすごい緻密に作ってる人と、あとものすごいこう自分のやりたいことが前面に出てる人とすごいいろいろ出てて、もう本当こうつけがたいなっていうところがね、あって難しいですね。これそういうのを一つずつ見てると、自分の中で評価基準がね、分かんなくなってくるんですよ。そうなんですこれも面白いんだけど、そうそう、どれに合わせていいかっていうのがね、そうそうそう、難しいんですよ。これもすごすぎる。どういう印象で評価すればいいのかっていうの難しくなってくるんです。そうなんですよ。さあそんな感じで、これをいろいろ今回見てきた小川さん的には、何かこうコンテストに対して最後にこう一言何かありますか。一言ですね、やっぱりその HSP っていうものが結構その自分の考えてるものをダイレクトに結構出せるのかなっていうのが今回見てちょっと思ったんですよ、その自分の考えてるその世界観だとか、なんていうんですかね、そのアイデアとかをポンと他の言語よりもしかしたら出しやすいのかな、だから多分これだけのプログラム数が集まるプログラムコンテストってあんまり見たことないですよ ね。だからやっぱなんかみんな気楽に作って気楽に応募できるみたいなところがあるんじゃないかなと思う、それでいいかなと思うんですけど、ちょうどだから私が小学生の時に読んでたベーシックマガジンとか、ね、M ファンとか、MSX ファン、とかのそういうノリに近いんで、本当すごい懐かしいというか、そうなんですよね。だから逆にそういう場をみんなが欲しがってるんだろうなっていうのは思うんで、どんどん提供はしていきたいなっていうふうには思いますね、そうですね、そういう感じです。コンテストの趣旨ももともとそういう感じだったんですね。そうなんですよ。まさかこう我々が渋谷でこうコンテストできたらいいねぐらいの話で始まった感じではないところになってますからね。もともと場を設けたいっていうところだったんですよね。で今回いろいろ商品もね出るようになってて、すでにもう一次審査通過が、いくつか来てますけども、その中のかなりの人たちに商品が、特にこう一番上の方行くとこう iPad がもらえたりとか、デジカメがもらえたりとか、そういう、そしてそのどんな商品がもらえるんですか、それはすごい なんかこうすごい分かりやすい振りがあるんですけど、今回のまずこう特徴としてはハードが結構充実してます。これね USB IO っていう、こう
テクノキットさんというところから出してもらっている基板なんですけど、これなんと USB で PC にサクッとつなぐだけで、いろいろこうここに LED ついてるんですけども、これピカピカって光らせたりとか、あとここにこうアナログの信号が出せるんですけど、ここの先にいろんなものつないで操作できたりとかできちゃうっていうやつがもらえたりとかですね、これ10名にもらえるんですけど、あとこの USB で電子制御、これまた別のケームツーネットさんっていう方、そうですね、これじゃあ本とこの基板キットのセットですね。ハンダ付けをしないとダメって、これは自分でハンダ付けをしないといけないというですね。じゃあハードもソフトもみたいな。そうなんですよね。ソフトもハードもみたいな。でその他にもこの恒例になっているこの手話システムさんの本であるとかですね、ね、もう毎回来てる、こちらもかなりの人たちに渡る予定になっております。あとはあの窓の森さんからね、インプレスの、窓の森さんの方からも本が、3D グラフィックスの本が、もらえる予定になってたりとかですね、あとはそのいつも通りのフリームさんから、うまい棒じゃデリシャススティック1年分デリシャススティック1年分とかですね。1年分は何本なの？え、365本です。ああ、デリシャス。そうですね。デリシャス。やっと分かった。それ1名に渡るんですか？1名に渡ります。すごい。あとはその毎回ここのスタジオにもなっているツェナワークス賞として、あのツェナワークスさんからツェナワークス賞として、その iPad とかもう豪華商品がバンバン出てきますから。もうね、このあともうすぐ12月1日に発表ですので、ね、楽しみにしてもらいたいなと思います。さあそういうことでね、時間がもうだいぶ押してるんですけども、最後に、いろいろ小川さんにねお話を聞きつつ、告知とかね、まだこう言い忘れていること、 こんなことを僕は告知ね、今日だいぶ急ぎ足でしたけど、大丈夫でしたか？もうこういきなりこうスタジオに来てねあ、背景が大変なことになっちゃいますけど、いや楽しませていただきました。楽しませ、いやもうこんなに、これからもね新作とかいろいろ作って、そうですね、一応あの今回ね、あのこのプレゼントには持ってきてないんですけども、うん、こうロボットそうですね、アクションものとかいろいろ作ってるんで ね、ぜひともね、全部 HSP でやってますね、そちらそれもすごいですから ね、ぜひともそれもね、よろしくお願いします、ね、見てもらいたいと思っております、ちょっとあのプレゼントのおさらいをしておくとですね、コース名がコープスコースと、角田さんコース、角田さんコース、墨田さんコース、どれなんだ、ね、ランダムで変わるんで、はい、どちらか書いて、こちらの方まで応募してください。鬼玉 .tv/PR、ね、こちらの、これこの後ね、あの録画もまた見れるようになるんで、そちらでも確認できると思うんですけども、そちらのぜひ、応募して くれれば抽選で6人の方にもらえる。今回この HSP コンテストスペシャルでもこの豪華プレゼントのぜひ皆さんにね行き渡ると思いますんでねまあプログラムの参考とかにしてもらえるとまたあちょっといい HSP でこれができるんだっていう、そうですね、ね、そうなんですよね。今回ね、あの初めてこのコンテスト TV も生でやったんですけども、もうね結構見てくださってる人もいっぱいいるんで、 HSP 関係のなんか番組とかイベントとかもね、これからもできればどんどんやっていきたいなと、もう準備してあなたもツイッター見っぱなしツイッターに何かこう返信はないんですかね、あの皆さん見ていただいてありがとうございますえ、終わり終わり小川さん楽しかったです。あ、ありがとうございます。あ、よかった、すごい励ましの、あの、冬コミにも出ますんですごい、何らか頑張ります、何らか頑張って、何らか頑張ります、何らか頑張って行かれるみたいなんで、ね、あの今回あまり触れられてないんですけども、あの宇佐治さん、ゆうこくさんからも何かこうドーンと何かこう皆さんに告知ないです考えちゃってこれから確定申告ちょっとやんなきゃいけないなっていうのが憂鬱で、もうすごいあれですね。まあでもあの 3D の本とかも出しましたから、もう一安心ですよね。そうですね。HSP でまた本書いてて、あ、本がまた出る予定、また出る予定なんですよ。それは、まあ、原稿終わったんですけど、校長中で、あ、校正中で、あ、楽しみですね、これどっから出るんでしょうか。え、まだわかんないな
まだ分かんない。どっかが分かってない。それすごい話ですね。ということで今日の放送ね、いろいろこうあたふたしちゃいましたけども、うん、だいたいこうこんなところになってきたんですけども、最後に、こちらの OBS ライブの方から皆さんにお知らせをねいくつかしたいと思います。次回の放送、これね毎月やってるんですけども、OBS ライブ次回の放送は12月18日土曜日の夜8時からまたお送りする予定になってるんでね、よろしければぜひ見てもらいたいなと思っております。で次回やる内容はですね、FM 音源ドライバーズサミットっていうですね、これまた急に 年齢層が急に上向きの企画なんですけど、35ぐらい、そうなんですね、35以上のその昔プログラマーならあのパソコンの音源として積まれてた FM 音源っていうのがあるんですけど、はいはい、それを動かすプログラムを作っていた人たちにスポットを当てた企画ですね。なんかどんな方が集まるかが想像できてる。そうなんです。その特にその、まあ、僕らがパソコンの時代で PC88 っていうパソコンで作っていた頃に活躍されていた、神玉さんっていう人と小城雄三さんと崎本仁さんで、この3人がサミットを行うというですね、驚きの企画でお送りするんでね、ぜひそれを見逃しな、今日私っちのがちょっとすいませんって感じ。いやいやいや何よりし、今日も豪華ゲストですからね。ね、他にもね来年もあの OBS ライブいろいろ続けていく予定で、今日ちらっとこうリロチャンネルまで流れていたイタリア特集であるとかですね、あとはあの今回やらなかったんですけども、いろいろ古いゲームを探訪していく基盤大好きのコーナーとかですね、まだまだこうもりもりネタがねあるんで、楽しみにしてもらいたいなと思っております。さあそういうことでいよいよ終わりに近づいてますけど、言い残したこととか何も。言い残したことですか。遺言かなんか。遺言はないんですけど、まあ、今回のコンテストもうすぐ終わりですけど、またねぜひとも、で次回もねよろしくお願いします。2時間フリートークでファミレスかなんかで、あ、そうね、もうちょっとこう時間を取ってなんか話をする時間が取れてもよかったなっていう気が、うね、もう今の時点でだいぶこう予定時間をオーバーしてますからね。まあ最初の、今度その最後の発表の時間、時期とかは、それを、最後 その入賞発表の時期は12月1日の午前0時にサイトで発表します。hsp.tv からあの HSP プログラムコンテストの、メインサイトの方行ってもらえれば、まあ、応募者の人はあのいつものサイト分かってると思うんですけども、そちらの方で発表させていただきますので、よろしくお願いします。で言い忘れてましたけども、まあ、入賞しなかった方にも漏れなく参加賞がもらえますので、ぜひとも皆さんの住所を登録しておいていただければ必ずあの参加賞込みでこちらから、参加賞が絶対出るんですね。絶対出ますね。僕は下敷き大好きだったんですけど、あ、そうですね、今回も今あの参加賞発注をかけているところでまだちょっと手元に来てない。秘密ですか。あの秘密なんですけども、あの手の中に入るちっちゃいコンパクトサイズで、そこでなんとゲームができるよみたいな、そういうすごい参加賞が、今回ちょっとまた頑張ってるんじゃないかなと思いますね。ゲームっていうのはもう固定なんですか。固定は固定、なんか送ったら動く的なじゃなくて、ゲーム1種類1種類だけですけども、ね、それでもちゃんとあのコンテストのオリジナルですからね、ちゃんと。あ、すごい、すごいすごいですからね。それ鬼玉さんが作る、あのせんちゃんデザインでいつもやってるんですよね。僕のコンテスト その参加者グッズとかデザイン関係はせんちゃんがやっておりますので、素晴らしい、コンテスト参加することに本当にすごい意義が、そうですね、ぜひとも、まずそうですね、ぜひこう出したらってびっくりします。チームグリグリって書いてあったらびっくりすると思いますから。あれで、まあ、どんな方でも歓迎、大歓迎ですので、ということであのプレゼントの、 あの応募で一緒にこうあのメッセージ書いてくれてきた方は後で全部読んで、あの小川さんの方にも、ね、送っておきますので、いろいろ感想がある方はまた後で送ってもらえると嬉しいなと思います。ということで最後まで見てくださってどうもありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。ということでそれでは次回までさよなら。バイバイ、バイバイ、ね。